ロックダウンを言っている西安市がある陝西省では、1月2日の1日で92例の国内感染が確認された。そのうち90例が西安市、1例が咸陽市、1例が円安市で確認された感染例である。この日感染が確認された患者の中で、最小年齢は生後6ヶ月の乳児だった。陝西省全体で確認された92例のうち82例は、集中隔離管理されている中で見つかっている。その他10例は市民に対して行われた PCR スクリーニング検査で見つかったものだ。12月9日以降、陝西省全体で1690人死1人の感染確定患者が報告されており、これまでに11人が退院し、現在1679人が病院にて集中隔離治療中である。感染者が最も多い西安市では、1月3日現在、3カ所の高リスクエリアと64カ所の中リスクエリアが指定されている。